こんばんは、にわに。ガウガウ。え、鼻筋か、今日。じゃあ、鼻筋。鼻筋おつおつってやっとこうかな。テロップ。ね。よし、こんばんは。花の金曜日、お疲れ様です。どうも。あ、来週は13日の金曜日なんですか。ジェイソンが出るじゃないですか。大変だ。おつ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 。そう、これ結構好きな顔文字です。私の暴力、オツの暴力。うんうん。13日の金曜日が職場の飲み会なんやけど、誰か一人ジェイソンになっちゃうんですよね。うん。うんうん。弟。うわ、オツの暴力を食らってる。うんうんうん。確かに13日の金曜日は次回。確かにすぎる。ジェイソンに襲われます。この配信できっとやると思うんですけど、次回私がジェイソンに襲われたら助けに来てください。うんうん。トゥ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 。パンマママン。うんうんうん。ディロリン、甘えたい気分とは。今日はですね、なんと家族が旅に出てていないんですよ。私はね、ちょっと明日もお仕事がありますゆえに、明日はなんだっけ、ギガギガフェス、ギガギガフェスじゃないな、ん？ギガギガなんだっけ、んーとなんだっけ、え、ギガギガ、え？あ、これ11月か、びっくりした。ソニックだ。ギガギガソニックで幕張メッセね、東京の方に行くので、ちょっと一人で寂しいぞーってところで、今日はみんなに甘える配信をしていきたいと思います。ドリンさん、なるほど、ありがとう。なるほど、そういうことだよ。寂しいのか。そう、寂しいの。みなちゃん一人ぼっちなの。おうちに。寂しいよ。そう。あまおう。あまおうっていうバナナあるよね。あまおうっていうバナナ。うん。うさぎいないよ。うさぎも行った。一緒に。クシュも一緒に旅行に行った。クシュも旅行に出てる。クシちゃんはね、チンカンチェンに乗っているクシちゃんが可愛いからね。旅に出てるクシちゃんはね、旅行中です。雨目がキルキル。いませんなので、はい。
お留守番なの。まあね、お仕事してたらあっという間に時間は過ぎていきますが、なのでみんなと一緒にいる時間を大切に私は配信をするのです。かわいいですね。 ありがとう。応援してるさ、ありがとう。久しぶりに7人バージョンをやるからさ、もうなんか7人バージョン不安すぎる。確認しよう。レッスンやれたから大丈夫かっていう気持ちだけど、記憶力がねないから、ひなちゃん確認します。立ち位置すぐ忘れるから。やっぱ可愛いなぞ、ありがとうなぞ。7人バージョンやってたのはあれ以来、多分瀬戸内 PR 舞台以来かな、久しぶり。フェスはだいたい6人出てるからね。そう、人数違うと難しいのよ。6人バージョンと7人バージョンがあってね、あと16人バージョンね、選抜のそれのやつがそのバージョンによってさ違うからさ、ちょっと少なくなってるじゃん、やっぱ。違う、多くなってるのか、7人は多くなってるじゃん、1人やっぱちょっと違うんですよ。なので記憶を、こちらの私の脳みそを使って覚えやっております。アイドルすごい。そうだね、慣れたら、そうなんか覚えたらいい感じなんで、皆さんもできるかもしれませんが、振り起こしどのくらいかかる？なんか振り起こしはね、結構あっという間にね、できるんですよ。一回やった振りはね、意外と忘れてないんですよ。そう。なんか、そう。だから私は、振り起こし、一人でするみたいな、自主練でするみたいなのは、ないな。レッスンでパッて教えてもらってパッて覚えるみたいなのが多いかもしれん。そう、あ、そんな感じだった、そう、あ、それそれ。パッて教えてもらってパッ、そう、だから最近あのツアーでさ、結構久しぶりにやる曲多かったんだけど、その場でパッて教えてもらってパッてやってました。全部。ね、水曜日見に行っちゃうからよろしくね。水曜日見に行っちゃうの？楽しみだね。
アイドルの仲間アイドル、アイドルやらせてもらってますから。意外とできるんだよ。そう。でもなんか立ち位置はちゃんと確認してる。じゃないと頭に入らない。立ち位置の方がね難しいかも。ダンスはなんとなくパッてやったらパッてできるけど、立ち位置はもうこれがこいってこいってこいってこうみたいな。そう、立ち位置の本当に暗号なんよ。本当にそう、立ち位置は暗号。立ち位置の違いとぶつかったりする。そうだよ、えってなるから。立ち位置あれ私ここじゃない。自分多分お顔しか見てない。ダンス見てなかったか。あの時みんなあちこちで動いてって覚えるのめっちゃ大変やなって思った。そうだね、ちゃんとメモしてます。ちゃんとメモしてリハーサルで何回かやって覚える。そう、私メモ残してるんじゃないかな。あ、ツアーまだ残してる。超適当にメモしてるよ私ツアー。真っ白ケーキ、ツアーのメモがすごく真っ白ケーキ。ツアー夢力 1.2、2.25 で、この夢力がもう一個あるじゃん。これはなんか最初に私がレッスン出れなくてもらったメモ。イントロみたいなの書いてあるでしょ。ぼやきちゃんね、そうなんですよね。イントロ1A、1B みたいな。これも私がレッスンを出れなかったっけ。のが嫌になってくるからみたいな。移動振り踊る2A 前煽るだけ何度ももうダメだと夜 0.4 あの夢を回らない最高の後ろを一緒に作るみたいな。過剰書き、過剰書きページある。ニューシッピ、ニューシッピじゃない、ニューシップだ。サビ1上下ってやる振り付けがね変わったんや。そう、サビ終わり山台 1.5 マネなんか歌うトレイドみたいな。書いてあるでしょ。次ペダルね。ギター感想1点に回ったジャンプ後2列目 E で1列目って書いて、1杯の水は 4.5 1点に 2.5 0.5 2.25 って。私1杯の水さもうなんか覚えれんのよね、立ち位置が。なんか1杯の水立ち位置覚えれんね、全部書いと。なんかなんか覚えれんのよな、1点え、1点なんなん、いやいやみたいななるんやな、いっぱいの水。そう、4.5、1.2、2.5、0.5、2.2 って全部書いた。
2番2列目 3.6、3.8 全部反対、サビ6、1列目そう 3.8 全部反対は、ね、全部振り付けが反対になったよ。こっち側の下手側の人はね、そう出航はもう2だけしか書いてない、もう何のために書いたっていうぐらいのね2 永遠より続くようにサビ 2.5、1個しか書いてない。サングラスデイズ結構変わってたからね、結構書いて、上手に 2.25、 下手列の君は 1.5、 あ4列目 2.5、 1.5、 1、 1.5、 サビ 0.75、 青春とは1列ラララララ1列1点に回って終わり6って終わってめちゃめちゃ顔取る。花だれなんかもう暗号みたいになった時に見てないな、これはもはや。花だれ2、自然サビがだけ 3.5 サビ、 3.3、 3.5、 4.4 サビ何何、うん、ストッチの声4430.5 0.5 分かりやすい。ストッチの声覚えやすいねんな。夢をガラス瓶に3、4、激しいで2列目4、3.5、3.3、3.5、4.4 らしいです。サングラスレーズ 0.9、 なんかサングラスレーズもう一回出てきた。レモンジュース 2.1、 大声ダイヤモンド 1.5 暗闇 4.5、 鼻だれで待っとる1個しか書かないシリーズそう、これがツアーのメモでした。大阪も残っとるな。そう、大阪もまたちょっと違うんです。サングラスレーズ山台上手にお前が 0.5 投げ位置 2.25 0 1.75 大声ダイヤモンド2 若干違うんですよね。暗闇も結構違う。帰りたく 0.75 右向き1列目あるってことさ 0.3 許せない 2.5 目を凝らし 1.5 見れば 0.75 2A 1.5 防波堤から 0.4 ね、頑張ってメモしてました。はい、ツアー大阪、これらはもういらないので皆さんにこうやって見せることによってもう供養をしたのでしてます。削除削除削除、よし、さようを鳴らしましたうんうん、私のメモにまあね、大体コンサート終わったら消すから残ってないはず。うん。残してない。大体ね、インタビューしか残ってないそう、ツアー終わったんですよ。ツアーも終わったから消しました。うんうん、じゃないと次またなんかやるときにね頭がパンクしちゃうの。え？みたいな、うん、はにゃん、私が残ってるメモはなんか見せれそうなのあるか。あのひなフェスはね全部残してます。同じさ曲やったりしちゃいそうだから、ね、残してます。あとファンクラブに載せるあのな載せてる音声だけのさ電話のやつ、電話ものやつも残してます。
これも被ったらいけないのでね。あとその時自分が思ったこととかも残してます。一応こういうのやらないといけないなみたいなの。あ、福岡の福岡の福岡のツアーが残っていた。夢時間 2.1 サビ 1.5 何度も2列目 0.3 でペドロ 0.9 1.5 思い出せる恋しよう 2.8 残ってた福岡が消します。予約変更する時間みたいな残ってる。絶対にいらない。お話し会の着る服も残してる。そう、供養できた今日。予約変更。あのファンクラブのあれで、なんで、あのなんだっけ、イベントだ、ファンミーティングだ、ファンミーティングでやりたい曲もメモがいっぱい残っている。これ何のリンクだ。可愛いなと思ったイラストのリンクだ。平和。これは何のリンクなんだ。あ、ファンミーティングのリンクだ。ファンクラブでやりたいことも残しております。クシちゃん。行きたい場所とかね残したりね。あ、私が資格取るために勉強してたのを残してる。昔のやつだと一番昔のメモは、仕事した時に関わってくださったスタッフさんの名前をメモしました。はい、ファンミーティング、今度は関西出てほしい。やりたい。関西ファンミーティングやりたい。うん、偉すぎる。2017年の時に一緒にお仕事をした方のスタッフさんの名前書いてる。うん、東京いつ会いたいですね。東京ね、会いたいね。みんなと会いたいよ、私も。そう、ほんとインタビューばっかり残してるかも。だ、懐かしい。難しい。チャートリの初期のセットリスト残してる。懐かしいな。下が聞くよ配信よ、本当に。
おもろいな。思い出、思い出振り返ってます。メモに残ってる思い出たち。ツイッターの仕方だだだだし、ツイッターの下書き残ってると思うよ、いっぱい。やだ、読みたくないツイッターの下書き。超面白人間ね、超面白人間すぎて自分がちょっと。そう、ツイッターの下書きはね、たまに日の自分で見て、載せようか悩むな、載せるか載せることが多いけど、大体言葉だけのやつとか、そう、言葉だけのツイートは大体私が下書きによって、載せようかな、載せるかってなって載せてます。載せてください。いやね、あまりにも、あまりにもなんかどうでもいいよ。X さん、 X さんの下書きはあまりにもどうでもよいと思う。うん、本当に。あまりにもどうでもいい、ここで紹介にする気も起こらない、どうでもよさ。え、そう、ファン情報のメモありますよ、私さっき見ててあった、懐かしいと思った。初期の握手会やってた時のメモが残ってる。しょうがないからまだ残しててあげよう。個人情報ですから教えれませんが、ね、いずれそう、また握手会が復活したら来てくれるかもしれないからね、こうしててあげましょう。動画編集順調進んでるか、全然進んでない、もう助けてほしい、私に動画編集のやる気を出す、出せーって言ってほしい、絶対にやれーって。全然進まない、もう全然進まない、泣いてる。なんかひなが喋りすぎてさ、なんか全然進まないんだよ、喋りすぎてるよーって。適当に喋っとる。てください、お願いします、やりたい、やる。今ここでやろうか。動画編集配信、まずカットしてその後テロップ入れますか。そうですね、まずカットしてその後テロップ入れてますね、いつも。まずはカットから。テロップと
BGM とサムネ作ったら完成。これが難しい、うん、これが時間かかるね。ハイクオリティでお届けしたしたいのでちょっと頑張ります。うんうん、オープニングも作るときは作るからさ。うんうんうん、そう、なかなかオープニングを作るときはいいなーって、小西いいなーってところをカットしてカットしてカットして、つなげてつなげてつなげて、音楽つけてテロップつけて完成。うん、お、明日プリキュアの映画見ようと思っています。いいな、今大阪でプリキュア展やってるんで、みんな知ってる？お、大阪、サムネイルのこだわりもあるよ。写真スクショして、あの動画の中のさ、なんかこうこの場面みたいなところスクショして4等分にしてちょっと可愛くしてる、デコってちゃんとデコしてタイトルつける。うん、大阪駅地下にめっちゃアピールしてるの見たの。みたいなの。あれだよね。こ、なんて言うんだっけ、あれ。あれ、なんて言うんだ。こ、バンバンバンってね。あれ、なんて言うんだっけな。代わりに行ってこようか。お土産買ってくれるじゃん。あ、サイネージだー。サイネージ。サイネージ。サイネージだ。うん。うん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 。そう。え、大人プリキュア明日からなの？マジか。見ないと。見ないと、見ないと。花だれの時ね、あれはでも映像だって、映像以外もやってたか。パン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 、うん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 、今髪の毛伸びてほしい気がなの。髪の毛伸びろー。伸びろー。ロングになりたい気持ちがどんどん強まってきたら。髪の毛伸びろー。でもね、この間、昨日か、昨日お仕事してた時に、ひなぴよ、この髪の長さ可愛いねって言ってくれたんですよ、ST のスタッフさんが。ひなぴよ、この髪の長さいいよって。で、ねえ、高めのツインテール、確かにそんぐらい伸びたらもう伸びてますな。髪ツヤツヤ、うん、ツヤツヤよ私の髪は。短いからね今ちょっ
とツヤツヤでいてられるよ。今日の洋服紹介、白いブラウスさんに、何これ何、ジャケット羽織るスタイルでございます。下はこのジャケットと似た感じの色のチェックスカート、ニット素材みたいなやつです。しょうがない、よいしょ、こんな感じね、秋服でしょ。今日は秋服コーデよ、秋服コーデよ。うん、大人っぽい、あ、本当に大人っぽいかしら。そう、このジャケットを着るぐらいがちょうどいい季節すぎる今。そうなの、なんか制服みたいなコーデになったの今日。制服みたいじゃない、学園、イヤリング取ったら学園感出ると思ったわ。ほら、学園スタイル今日。あ、銀行員にも見える、銀行員ってなんていうっけ、 なんていうっけ、いらっしゃいますじゃないか、なんていうっけ。2番までどうぞーみたいな感じ。そう、ジャケットだからね、若干の JK 味がありますが、 JK 味はありません。お嬢様のイメージ、あら、リボンブラウスとか、うーん、私立感。確かに色合いがね、なんか緑とかさ使うところ私立っぽくない？わからんけど、なんか緑に使うのは私立の感じがする。青とかは効率な感じがする。謎の偏見。顔文字の天才やね。あら、オツ攻撃が良かったみたい。これ実はマッサージしてるんですよ、背中に。すごい勢いで揉んでるんです、これ。ピヨ調べ、ピヨ調べ。冬服が大好きすぎてさ、もう本当に LOV な毎日を過ごしてる。私服に気合が入る。明日はどんな服を着ようかな。ハム太郎ねえ、ラ
ラブの毎日を。東京今日の昼は少し暑かったっす。マジか。まあでも明日はどうせ室内にいることが多い一日なので気にせず秋服でいきますね。明日は涼しそう。あ、そんな？よかった。明後日から数日天気が崩れそう。いやねー、天気が悪いとね、ゆうちゃんはその日の気分がダウンしちゃうタイプなので。日曜日行きます。お待ちしてます。日曜日と月曜日は雨。あら、日曜日がズズールが反応しちゃうね。ズズールがピーポーピーポー言ってますよ。明日は会えないけど月曜日に会える。みんな月曜日に来てくれる。あ、日曜日か、間違えた。みんな日曜日来てくれるのに嬉しいよ。うんうん、日曜日は2回回したね。なんか10月も意外と詰まってるな。予定が詰まってるな。昼夜行きます。おー、明日の予定が来た。明日は？なるほどね。了解したよ。明日は詰まりまくってるな。え、今日6日。日曜日も行くし、来週水曜日のチャドリも行く日なしか。いやー、いっぱい来てくれるの嬉しい。ルン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 しときます。こんばんは。ね、明日起きるの早いよ。頑張って起きるよ。怖すぎてドーナツ落としました。ドーナツもったいないなり。うんうん、なんやそれ。いいやん別に。ひながどんなことをしたっていいやん別に。早めに寝る、今日は。すぐ寝る。ひな、昨日何時に寝たと思う？昨日もね、3時間ぐらいしか寝れんくてね。もうすっごい眠たくて。23時に寝ました。
時に寝たよ。久しぶりに24時超えなくて寝れたね。健康的。その日のうちに久しぶりに寝れた。うん、おいしいやーって寝てた。うん、にゃー。うん、久しぶりに23時寝た時もさ、めっちゃ寝てもさ、なんか眠たかったよね。なんでやろ。うん、早寝しても日の遅寝になるんだってびっくりしちゃいましたね私。はい、せっかく早寝しても私遅起きになっちゃう。早寝遅起き人間。寝るの大好き。すやーって言いながら寝てるのかな。そうだよ、私はすやーすやーって言ってる。そう、あの23時ぐらいに寝て7時10分ぐらいに起きたんよ。7時10分ぐらいに起きてすぐ寝床でした。起きてない、時計だけ見たぐらいのテンション。時計だけ見て、あ、まだ寝れる、シャーって言って。まだ全然寝れるじゃん、シャーってね、しちゃうかな私ね。早寝しても意味ないわ。意味がなさすぎて。ねえ、その瞬間最高ね。今日一番最高だった瞬間かも、7時に起き、その後すぐ二度寝した。あの瞬間最高すぎる。この配信見てたら心地よくて眠たくなってきた。よくひなの配信見てたら眠たくなってきたっていう人多すぎて、安眠作用が働いてるかもしれない。配信見れて幸せ、ありがとう。土曜日の何も考えず寝るのほんと最高。それ体験してみたいな。1週間のうちのその日だけは何も考えずに寝れるみたいな。そう、それ体験したいです、私も。子守歌効果です。ねんねん心によ心によ平均 TV なのでお酒飲んでます。飲まなすぎる、鼻金なし。いいと思う、気にせず飲んでください。あの水着はダメですけど、はい、一杯までとさせていただきます。厳しい。今日まだやることあるんで。全員を眠らす、何があろうと全員眠らすひなちゃん。ひなちゃんの声ふわふわ感あるから眠たくなる。ふわふわ感ってなんだ。寝てる、みんな寝てる。寝ないで、起きて。ヤクルト1000より安眠効果やばすぎる。売れるってこと、ひなちゃんの配信じゃ。
バカ売れするじゃん。やつの声で睡眠の質が向上します。やばい、ヤクルト戦やん。ひなちゃん、ひなの声で眠れるなら本望。おやすみ。ちゃんの配信何度解眠したか、いいなぁ、羨ましい。みんながひなの声でそんな解眠できて羨ましい。みんながひなもしたいよ。そんな解眠なのならひなもしたいんやが。すやすやすや。ハナキンと聞いてやってきました。ハナキンです。本日はお疲れ様でした。今日はゆっくり、そしてはじけ飛んでいいです。初見さんいらっしゃいませ。たまにイヤホンで聞くと耳が幸せ。たまにイヤホンで聞いてるの。みんなは今何で聞いてるのか。今とぴょんちゃん、ひなちゃんボイスで何度寝落ちたのか。でもね、赤ちゃんの頃はね、何回もね、私は寝かしてて、ねんねんって言いながらポンポンってね、叩いたら寝るから。ヘッドホンで聞いてるの。イヤホン、イヤホンなし。スピーカー、スマホのスピーカー、大体スピーカーだよね。でもたまにイヤホンとヘッドホンの人がいる。半々ぐらいいるかも。マジか。そんな風に聞いてたと。私配信見るときだいたいスピーカーだから、ちょっと意外に多くてびっくり。気に入っている音楽や声でも目覚ましにすると嫌になってくるので、目覚ましにはしません。わかるー。でも気に入っている音楽をさ、なんか目覚ましにしてたことが、もう3日間ぐらいあるんだけど、嫌になったんよ。好きな曲なのにさ、3日目で嫌になったっけ、ね、おーってなって、ダメだこれはって思って。私の嫌いな音はピリリリリピリリだけでいいってなった。うん、そう、音楽を嫌いになるのは良くないと思って3日目でやめました。私今どんどん音してたっけと思って、ちょっと今から鳴らしてみてもいい？嫌いな音、この世で一番嫌いな音。じゃあ30分になったら鳴るようにしとくね。めちゃめちゃ普通のアラームの音なんだけど、どんな音なんだっけ？
なんか思い出せん今。ピリリリじゃなかった気がするんだよな。なんだ？ピロロロ？プルルルル？夢時間アラームにしてて公園で頭抱え始めたので変えて通じらないよね。なんかさあ普通に音楽聴いてる時にそのあのねなんだっけ、んアラームにした音楽流れたらなんか嫌だと、なんか不快って思ってこれはダメだと思って普通の音にしたんですよ。そう普通が一番綺麗になっちゃうから。そう、でも夢力いいかも、ね、夢力の一番最初って音楽とかじゃないんだ。夢力だそうぜーでや目が覚めそう、目が覚めそうすぎる。うん、3ヶ月後夢力出したくない出したくなくなっちゃう。そんな朝からはね、誰たちを似せたら公園で目が覚めるようになりました。いいかも、公園で目が覚めるようになったのがいいかもしれない。うんうん、あ、もうすぐ鳴る私のアラームが。あ、この音だ、トゥルルルン、トゥルルンみたいなやつだそれそれ、この音が私世界で一番嫌いなんですよ本当に。うん、トゥルルルン、トゥルルルルンみたいな音が鳴ったらもう、いや、そう新幹線でさたまになるじゃん、びっくりしちゃうもん、ひないつもえみたいなあのなんか新幹線はもう私的には寝るスポットだから、その音を聞いたらなんかえみたいな、え何ベッドじゃないえみたいななんかわかる、なんかいつもベッドで聞く音をなんか新幹線寝とってたらなんかもうその時こうやってえベッドじゃないみたいななるんやけど、そうやめて、びっくりするけんって思う。新幹線であのおすすめしたいものがあるんですよ。どうしてもさ寝過ごしちゃう心配になるじゃないですか。あのバイブアラームというものが存在しますね。なんかオレンジ色のこういうね、こういうのがあるんですけど、これすっごいあのちゃんと震えるんですよね。これをすごくあのおすすめしたいみんなに。うん、そう寝過ごすのが怖いみんなに。これは音が鳴らないんですけど、ちゃんとうぼーって感じで震えてくれるのでこちらはねかなりおすすめしたいものでございます。うんうん、そうなんか設定でできるよね、バイブ回数を50回にするみたいな設定があって、これをね足とか置いとけば、うん、気づきますうんうん、そう今やもう新幹線は命の寝床、そうなの、私に任せてうんうん、
確かに一番はね、誰かに起こされるっていうのが一番目が覚めますよね。それはわかる。例えばこういうさ、ピロロロピロロロって言われたとしてもさ、その自分の意思で起きないといけないじゃん。止めた後に、その音を止めた後にシャッってしてしまったら、もう遅刻なわけじゃないですか。でも誰かに起きろって言われて、こう体を無理やり起こされた、そしたらなんか起きれるよね。やっぱ誰かに起こしてもらうのが一番なんだと思います。隣の人に頼むべき。新幹線は自分寝るんで、ちょっと起こしてもらっていいですか。めっちゃ寝起きいいから、ひなちゃんの声ラーマにしてたら友達に聞かれたことある。ちょいはずい、うん、結構はずいかも、うん。誰の声。面白いな。隣の人が寝れない。確かに。かわいそう。うんうん。そうね。新幹線乗り過ごしたことあるよ。2回ぐらいある。2回ぐらい福岡に行ったことある私。うん。え。うん。福岡まで来ちゃって、帰りは寝ない、帰りは寝ないと思って、そう頑張って起きて広島に着くっていうね。そう、でもなんかあの面白い、もしかしてカード引いてる人と友達になれば全て解決する。確かに確かに、あのコーヒーやポテトチップスなどを売ってくれている方にちょっとお友達になって、ぜひとも起こしてもらいたいね。そう。なんかね、何回もね、過ごそうになったことあるけど、でも大体隣がメンバーだったり、マネージャーさんがこう起こしてくれたりするけど、寝過ごさないけど、なんか、マネージャーさん、起こし忘れたり、メンバーが隣にいない時はもう福岡に行ってたね、2回あ、出遅れた、今着た服かわいい、お、嬉しい。今日はジャケットうんうん、旅行できんよ、帰らんといけんけんね、しっかり帰るよ、しゃーっとね、一回降りてしまったらあのお金が発生しますしね、帰りの新幹線の。確かに焦ってそれどころではないかも、いつも。え、福岡、え、え、ってなんて。広島に帰りたいってなってる。2回とも。
うん、怖いよ。ね、そうなんよ。一番最終のやつに乗ってさ、その広島の最終のやつがない、帰りがない、もう福岡にあなた泊まることしかできませんみたいな状況にはなったことがないけど、それになったら怖すぎる。それは怖いわ。山口で起きるとかはないね。しっかりどっちの乗り過ごした2回はどっちとも福岡まで行っとった。うん、爆睡。電車だったら終点で社長さんに起こされたことある。ピエン。え、でも昨日この間バスに乗ってたらさ、自分はここに降りるっていうのをさ、わかるじゃん、普通。なんか二駅ぐらい、間違えて、乗り過ごしてた。えってなったもん。あ、なんか次降りるかな、いや違うか、でもここじゃない気がするあーみたいな、なんかさ次はどこどこみたいなやつが見えんかったんよ、人がいっぱいおって、なんかここじゃない気がする、うーん、もうちょっとかと思って乗ってたら2駅ぐらい乗り過ごしてた、びっくりした。うん、はにゃ、そう、景色で気づいたんよ、はにゃ、え、ここ何、え、みたいな、あれここあれみたいな、え、これ見たことあるけど、え、通り過ぎてるみたいな、びっくりしちゃったね、謎に歩いた。謎に歩いたな。うんうん、そう、え、そうなの、携帯触ってた、その時ひなもなんか大体この辺かなみたいな感覚だったの、今携帯触ってたからダメだった。いや本当にまだ2つぐらいでよかった、本当によかった。でも3つ目行きそうだったもん、あともうちょっとで、うん、やばいやばいやばいと思って小走りで降りた。あれまるで異世界にいてるね。そこまで離れてないけど2つ駅だから、そう、この間バス乗っててびっくりしたな。起きたね、終点を越えてて電車内真っ暗で駅員さんがわーってお化け扱いされたことがある。いや電車でそうなったことない、おもろい。うん、駅員さんびっくりしたよ絶対。でも電車乗ってたらさ、よく寝てる人がいて大丈夫かなって心配になる。いつも乗ってたら、え、大丈夫かなこの人、めっちゃ寝てるやんって思う。終点なんかなって心配ならん。終点なんやったらいいけど大丈夫みたいな。いつも心配してる私、電車で寝てる人見たら。このまま乗ってもらったら折り返すんでって言われて乗ってたらまた寝て、また寝過ごした。
電車がベッドになっとる人がおる。おもろいな。罪ですね。それはちょっと。うん。電車の車庫まで行った時は車掌さんが運転手にドア開けてます。まあでも確かに。さすがにそこまで行ってしまった。ドア開けてもらえるんやね。よかった。折り返し運転で乗った駅まで戻ってくるとすごい焦るよ。すごい焦るね。タイムループみたいな。乗ったはずなのに帰ってきた。なぜ？うん。眠りそうな時は相手立つけど立ったまま寝たことがこうなってるってこと。危なすぎる、危なすぎる。新宿から新宿行ってしまったことある。折り返しとる。寝ぼけてタクシーも止まらない。駅地で降りてお兄ちゃん紹介した。おもろ。うんうん。山手線優勝したこともなんだけど、どんだけ寝たい。みんな大丈夫か。どんだけ寝たいんだ。ねえ、そのためにはもうどこでもドアがあればな。わかる。だっていまだにトラウマなもん。私も一回バスで寝過ごしたことがあるの。いまだにトラウマ。結構な夜だったの。しかも結構な夜で、中学生のひなたんは寝過ごしたんですよ。あのね、海の方まで、なんか海側まで行っちゃって、バス、そう、寝過ごしたバスが海側まで行っちゃうバスで、なんかすごいえみたいな感じになっちゃって、えみたいな、海みたいななっちゃって、もう怖くって、真っ暗真夜中になんか海みたいなところに中学生のひなちゃんはまあなんか一人で寝過ごしで行ってきちゃって、その運転手さんに起こされた。そう、もしもしみたいな、大丈夫みたいな言われて、えみたいな、ここはどこ。リゾート地に来たんかと思って、うん、びっくりしたよね。もう本当に怖かった。トラウマです。そう、運転手さんがでも折り返すからみたいな感じで、ちゃんと降りようと思ってたところに言って、ここに降りたかったですって言って降ろしてもらったんですけど、夜のなんか海でなんかびっくりしました。本当にえみたいな、何ここみたいな。怖かった。もう中学生には怖い。夜の海乗り過ごしたバス怖すぎる。
と優しかったな運転手さん。もうトラウマですよ。電灯チカチカとかしてなかった。なんかもう電灯もあんまりないぐらいの真っ暗すぎてびっくりした、うん。いや絶対運転手さん思ってたと思う。ほんと寝とるなこの子みたいな、この子絶対寝過ごしとるなと思ったなと。チピ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 ーってなってた。山口じゃない、広島。うん、すごい覚えてる。レッスン帰りだったよ。レッスン帰りで本当に疲れてたなと思う。本当に疲れててなんかもう5秒ぐらいで寝たと思うよね。そう、なんかすっごい速さで寝たんだよね私、バスで。それすっごい覚えてて、そう記憶ないもんだってバスに乗った、うん、バスに乗って、あ眠いな眠いなと思って、なあシャーってなってた。うん、そう、なんか当初の方が多忙だったと思うぐらい多忙だったんだよね。やっぱ覚えることがさ多すぎて、入ったばっかりの時ダンスも歌も立ち位置もさ全部始めましてだからさ、もう脳がパンクしてたのねずっと。そう、うん、やからさね、今はまあコンサートとかの時は頭パンクしそうになるけど、でもコンサートとかない限りはそんなね、いっぱいやってきたからさもう身についてる、体に染みついてるぞって感じだから大丈夫なんだけどね、何にも分かんないから当時はもう全部入れてたから頭に。ねえ、だからね、いやそう、その時に比べると私はだいぶベテランだ。いろんなダンスを覚えて、歌を覚えて、立ち位置を覚えてきた。ジェット機のトランス、なるほど、ありがとう、なるほど。外人のパイセン、そうね、私もう社会人7年目になるから、どや。まだまだだな、ずら。確かに。22ぐらいから社会人になったとしても、23、24、25、26、27、28、29、29歳ぐらいの感じか。うんうん。1年先輩、ゴチになります。後輩がいた。4年も先輩やから飯送ってもらわない。後輩たちだな。よしよし。
にやぞ。ツイキーのことを教えてください。いやちょっと職業によるからな、税金についてはな、ちょっと、そうだな、職業によって違うかな。同じ職業の人に聞いて、やつは先輩だったの、やつは先輩だよ、やつは確定申告してるの、してるに決まっとるじゃん。ふるさと納税もやるよ、私。領収書集めまくってるよ、私。大人ですけど。7年目なんでね、私。大人ですよ。はい。私なのに偉い。まあ、7年目なんでね。今年の返礼品どうしようかな。なんかすごい悩むんだよね、毎年。そうなの、そのインボイス制度が私全然分かってないんだけどさ、多分関係ないんやないかなと思っておりますよ。広島のふるさと納税で STU グッズがないのかしら。いいね、めっちゃいいそれ。ふるさと納税渋くなったんだよね。え、そうなの？渋くならないで。ううう、楽しみなのに。選ぶの。そう、税理士さんにね、相談だってところですよね、インボイス制度さん。インボイスは結局消費税を雇う方が払うか、雇われる方が払うか。あー、なるほどね。急に大人の話、本当だよ。急に社会人みたいな話し始める。まるでアイドルではない配信が始まった。インボイス制度について本日は学んでいきたいと思います。このジャケット着とるし。いいボイスですね。なんかかけてるな、インボイスといいボイスを。びっくりしちゃう。この間さ、デシチがさ、あ、間違えた、なるほど、ありがとう。デシチがこの間なんかすっごい陰踏んどったよな。何言ってたっけ、めっちゃ思い出したい。なんて言ってたの。あんなに笑っとくのにね、すぐ忘れちゃった、やばい。ぐぬぬぬぬ、めっちゃ笑ったのに、5個ぐらい陰踏んでて本当にもう爆笑が止まらなかった。だから多分デシチはラッパーになれるよって言った。だから雇われる方が消費税払わないと言うと、じゃああなたと契約やめますってないこともある。あ、そういうことなんだね。インボイスを初めてここで知る私。デシチおもろすぎてな、最近の一押し。
ペシチ。え、ショールームにもインボイス制度通知来てたの？なんで？なんで？なんで？積み立てやってない。そう。うんうん、積み立てNISAみたいなやつやってない。みんなやってるの？私はもうできる気がしないわ。株とかできない。やっとる。えらい偉いよ。うん、私なんか株ちょっとパパに任せるね。任せる分がちょっとあるぐらい。うん、なんか銀行に置いとくよりもそうこっちに置いとった方がなんかまあちょっとは増えるよみたいなことで、そう任しとる部分がありますが、全てパパにお任せいたしておりますので全く分かっておりません。はい、うんうん、パパピヨー、アイカブ懐かしいね。アイカブ、そうでもそんちょっとだけでいい。うん、全部ひなちゃん自分で管理しております。ちゃんとしてます。二十歳なので、うんうん、STU の株買ったら公園優待券とかない？めちゃいい。うん、めちゃいいね。チキンは甘い、おしに詰め。あるやね、おし貯金みたいなやつあるじゃん。あれでぜひ皆さんおしにぜひ。積み立てひーなします。お願いします。積み立てひーなのご協力よろしくお願いいたします。勧誘セールス。うんうん、コメントしたいからコメントに止まろう。運転中でした。ちゃんと帰ってくるならねって。愛をお返しします。ひなの字がちょっと兄さんに似てて臭い。ほんまやん、びっくりやで。うん、
あいはいっぱい帰ってきてる。あ、本当によかった。いっぱい返していきますよ。利息もついて十分返ってきてます。よかった、いっぱい返しますんでね、ご安心を。あ、もう10時4分だ。あーの音が。じゃあそろそろ配信バイバイしたいと思います。あれ、あ、なんでもないや。あら、遅くなりましたが、先月ファンクラブに入りました。嬉しい。私もファンクラブ動画をみんなにやってって言われたので、頑張って動画作って編集して載せます。はい、すいません。あら、今来たばっかりなの。またおいで、待ってるから。うん、ありがとね。よし、13位ヒロさん、あと北海道ヒロさんの、あら、でっかいどージュニー、ステラさん、ステラさんのことが好きだぞー。ジェジユキさん、ユキさんのことが好きだぞー。ジュニー、ハナちゃん、大好きだぞ。チュキュイ、ポンタさん、ポンタさんのことが好きだぞー。うんうん、ハチザキーさん、愛してるのはひねしかー、結婚会長、愛してる。あんない、リンリンさん、リンリンさんのことが好きだぞー。ウクイアキーセブンさん、言いたいことがあるんだよ。やっぱりひなは可愛いよ。好き好き大好き、やっぱ好き。やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由、うん、それはお前に出会うため、俺と一緒に人生歩もう、世界で一番愛してる、愛してる。よし、5位横綱さん、横綱さんのことが好きなさん。4位徳島のひーくん、ぜひ前日はあれなのでお祝いメッセージ欲しいぞ。ハッピーバースデーオーケーオーケー。3位生徒京太郎さん、ひなちゃん人生の半分近くアイドル全開、さすがって。そうです、私はこのアイドルにかけてるんで。真面目。2位ドリーさん、明日から3連休なのでたくさん現像するそう。おー、3連休いいね、いいな、いいな、いいな。いっぱいひなちゃんの写真待ってるね。じゃああげてあげて。1位がドロロパパン、まちまちまちさん、幕張お話し会楽しみです。ひなも楽しみ、早く会いたいな。そう、メンバーで工場完璧なのひなちゃんだけでは。マジか、私オタクしてたからな、アイドルオタクやったんでね、もう染みついとるんですよ。はい、パチパチありがとう。本日もスペシャルギフトやコメントや、ありがとうございました。また配信いたします。なんだか最近は秋ということで、人肌恋しい季節なのでね、みんなにまたいっぱい構ってもらいたいと思います。お疲れ様、ありがとう、つぶ。くちゃん工場の時にひなちゃんアウリが好きすぎる。いつかまた入れたい。うん、それでは、あ、なんかスクショ、ポーズは何がいいかな今日は。
何がいいかなね。今日も可愛かったっす。あら、ちゅうん、大人っぽいやつ、大人っぽいやつ、はい。かわいい。お美しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは。本日も一日おつぴよんでした。またね。バイバイ。あつぴよぴよ。